はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回はスペースチャンネル 5VR また再びやっていきたいと思います。もしかしたらね、VR 酔いをする可能性があるので、今回ね、かなり難しい動画になるんですが、やっていきたいと思います。ちゃんと撮れてるんでしょうか？ はい、というわけで久しぶりにスペースチャンネル5の世界にやってまいりました。今まではね、ライブで、スペースチャンネル5やってきたんですけれど、今回はね、多分ステージ1個しかねえだろうなっていうのをなんとなく分かっていたので、確かね、ストーリーではないんですよね。ストーリーないよね。ストーリーの方にはないよね。ラストリポートだからね、これやったもんね。で、今回はこのアーケード版の方にこちら追加されております。おいしょ。ミクミクレポートショー。初音ミクと一緒にスペースポートで発生した事件に急行し、事件解決を目指します。日本語音声のみ収録しております。じゃあ海外版にはなってないんですね。というわけで、今回やりたいのは初音ミクとのコラボバージョンの、有料 DLC を遊んでみたいと思います。なんですが、先に言っておきます。実況はここまで。このゲームの特徴としてはですね、相手の言ったことを真似しなきゃいけないので、喋るとね、自分が喋った言葉でね、何言ってるか分かんなくってね、失敗するんですね。だからライブでは失敗しまくってたんです。 ね、マグの実力ではないということをね、ちょっとね、ここで言い訳させていただいて、じゃあそれでは行ってみたいと思います。では、一発目、いくぞ。いや、まあ、これはどっちでもいいんだけど。1なのね。右隣がいいか、左隣がいいか、みたいな、そんな感じですね。どっちでもいいです。どっちでもいいです。はい、じゃあね、プレイ中は黙っちゃいまーす。まあ、なんか遠巻きになんか聞こえるかもしれないけど。踊らされてる。おお、ミクちゃんだ、本当だ。あれ、意外とかっこいい、ちっちゃい。あ、うららがいる。皆さん、こんばんは。今度のミクミクリポートショーは、私、初音ミクがチャンネル5さんと一緒にお送りします。チャンネル5さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
られた。はい、というわけで初見プレイはこんな感じ。隠し発見はね、また後でもう一回 100% バージョンをもう一旦やりたいと思います。いや、なかなかいいですね。ただこれで終わりかな。いやいやいや、なかなか楽しいですね。初見ではあったんですが、うん、なかなか面白かったと思いますね。このワンステージのために有料 DLC を買う、そういうことでございます。ただね、衣装もね、どうやら増えているそうなので見ていきたいと思います。ちょっと待ってね。で、ゲーム中ちょっとどっか一箇所音が大きかったところがあると思うんで、そこはね、ちょっと音動画内でね勝手に下げております。ちょっとびっくりしちゃった。耳飛んでいくかと思った本当に。で、何が増えたって？あ、これっすね。あ、これこそまさに初音ミクバージョンの衣装。いつの動画上がるかどうかわかんないんですけど、これで全ステージクリアするバージョンもやろうかな。ミクミクスーツバージョンでクリアみたいな、そんなのも動画上げたいと思います。こっちはさっき着てたバージョンかな。39スーツ、ニュース見るなら39ちゃーんってことなんでしょうかね。こんな格好になっております。これぐるーっと回ってくんないんだっけ。ぐるーっと回ってはくれないんですね。で、あとなんか増えてる。
この子たちにも追加されてほしいよね。初音ミクにはなんかいろんなシリーズの こういるんじゃなかったっけかね。そこら辺は増えてはいないのかな。ってことは衣装に関してはこんなもんか。え、あ、そうか、衣装だから、あ、これです。自分でプレイすることもできるのか。プリンスーツでもプレイが可能なんですね。そういうことだ。あ、じゃあ自分のキャラクターをこれにするやつなんている？ましてやこんなやつにするやついる？100歩譲ってこれはいいと思うよ。モロ星人、モロ星人、別モロ、スペース日本人とかいる？スペース小学生、空港スタッフ、これでねプレイすることもできるよっていうことだそうです。マグの動画ではこれはやろうかな。こっちは別に今回の新スーツだよね。初音ミクといえばこれだよね、やっぱりね。ちょっと髪の毛も長くしてほしかったけれども、まあまあそれはいいとして、今回の DLC はおそらく今のが追加されていると思います。衣装と、なんだっけ、ミクミクレポートショーのが追加されております。ビューイングで見るだけっていうのもあるのかな。あ、見るだけもないんだ。あ、見るだけも欲しかったね。と、まあこんな感じで撮れます。で、またね、この感じでいくと、あれですよね、こうやって DLC で、有料 DLC で増やすことができるんであるならば、今後やっぱりスペースチャンネル5、続々となんかね続き出てきそうな気しますね。まあ1個作るのに、まあ、何ヶ月かかかっちゃってるっていうことも考えると、まあそんなにね、更新頻度は高くはなさそうですが、一度ねこのなんかこう基本となるものができている以上ね、次作るのはそんなに難しくないんじゃないのかなと勝手にそう思っております。まあプレイステーション5が出る世の中なのに今4にこれだけ力を注ぐセガも大変なことだとは思いますが、ここにミクちゃん入ってないかな。これは入ってない？ウキウキ担当、ドキドキ担当、何を言うとるんじゃ。ここにミクちゃんは追加されてないか。あれ、なんで俺いないの？ここ。ああ、ヒューズさんか。ああ、そっかそっかそっか。今回出てきてないからね。ああ、じゃあここに、あれだ。ミクちゃんが追加されてることはないんだ。説明も欲しかったけどね。はい、というわけで、じゃあもう一回ね、ミクちゃんのステージ、もう一回今度は 100% バージョンをお見せして終わりたいと思います。それじゃあ一旦カット。
はい、というわけでマイクどこ？あ、あったあった、かなりの回数を意外とつらかった。1週間かかっちゃったかもしれない。はい、というわけで、今回は、初音ミクバージョンの有料 DLC 遊んでみました。というわけで、隠し発見も視聴率も全部パーフェクトで終えることができました。まあでもそんなにね、本当は難しくないんですけどもね、あの田中鈴木あたりのちょっと早くなるところだけがね、なかなかネックになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上でございます。今回の動画良かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで、またね、いつ上げるかはちょっとわかんないんですけれど、さっきも紹介したこの衣装部屋で、これが音がでかい申し訳ない、さっきも言ったのにね。ちょっと待ってね。ゲームやってるときは3つがいいのよで、衣装部屋、これで、ミクちゃんの格好をして、これがいいよね、やっぱね。これが一番初音ミクっぽいよね。緑がいいけど、まあいいか。そういうのはないもんね。なので、こちらで、ストーリーモードをクリアするバージョンを上げるかもしれません。やんないかもしれません。
というわけで、まあ、お楽しみにということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。思ったよりね、汗だくになるのよこのゲーム。